はい、どうも、プロダンでございます。いや、ということで今日はすごいこと考えちゃいまして、あとはテレビで、失礼します。はい。どうも、プロダンでございます。昨日からまた今日のために、1日半ぐらい米食ってないですよ。ブロッコリーとかぼちゃしか食ってないですよ。今日このために話し返してきましたんで、コンビニ出たら、すごいこと考えまして、ファミマに売ってる、焼きそばで一番高カロリーなやつ、はい、こちら黒人カレー、黒人豚カレー、こちらマヨビームの一平ちゃん、 UFO の大盛り、控えめに言ってドロドロですって、大げさに言ったら可能姉妹ということで、こちらカロリーが728キロカロリーもあります。やばい、798、790キロカロリーもあるカロリー。そしてこの黒人のやつ772キロカロリー、3つ合わせて5000、約5000キロカロリーあります。これはやばいな。ファミマの一番三大巨頭の高カロリーハイカロリー脂質のやつとご飯3合食べて、そして今日はこれがやりたかった、ご飯とかペヤング食べた後にこちらのジャムモナカをパリって言うのすごい美味しくない、すごい美味しくない、パリって食べる、分かるでしょ言いたいこと、あんまりなんかドス黒いの食べた後のこのアイスってめっちゃ美味しいじゃないですか。はい、ということで今日はファミマの超カロリー焼きそばとジャンボモナハで最高に幸せなひとときを送るっていうと、我々楽しみー。うち鍋がないんでね、ちょっとフライパンで水を沸騰させていきたいと思います。着火。はい、こちら開けてみたいと思う。パッケージすごいね、これ。濃い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 って書いてありますね。最も極めた濃厚なソースということで。うわ、一つだけ。うわ、これ相当やばい濃いソースだと思うよ。蓋の上で揉んだ後に揉みほぐしてくださいと。蓋の上で温めた後だ。豚力の黒い豚力カレー、あれ黒い豚カレーだ。わかりづら、これなんだよ。どういうポジションに胸パッケージ作ってるの。はい、液体ソースが2つと火薬が入ってます、ね、細い、綺麗、美しい。もはやスキンケア商品。マヨビーム、細い、綺麗、美しい、諦めないです。マヤミキがなんか宣伝してそう。これはなんかお蕎麦みたいな麺ですね、これは。いけ。うわっ、なんだよ、最悪。よし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 。キンキンに冷えたこのジャンボモナカを、パリって食べるんだよ、想像してみ。うめえぞ、これ。うめえな。ふかふかのシモンズのベッド。わちゃちゃちゃ、めっちゃ量が多いんだけど、なにこれ。カレー粉みたいな色してますね。スパイシーな匂いすごいな、これ。うわー、うまっそう。やばい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 。やっと炊けました。お腹ペコリントでございます。うわ、これマジうまそうなんだけど、この米まるで雪です。できました。いきなりそれ食うとあれなんで、こちらのジャンボモナカで口を甘くしていきたいと思います。それでこれ食ったら最高に美味しいですよ。じゃあ乾杯。じゃあいただきます。うめえ。うまいよジャンボモナカ。うわ、甘っ。よし、食べるの冷蔵庫に冷やしてくる。よし、かぶりつくぞ俺は、これに。うわ、かき混ぜてね。
うわすげえシマウマみたいな色になってる。こういうギャルの渋谷ギャルいたもん。こんなわね、麺がね、何これ縮れ麺みたいになって、うわすげえ、なんかもうご飯みたい。全然麺麺してない。ほらだってこれだよ、夏休み明けてストレートだったらすごい綺麗な方が丸坊主になってきたみたいな。どうしたのみちこみたいな。いやすっきりしたくてって言って、いただきます。もうこれって麺じゃないもんこれ。え、こ塩これ。ん？米？バカな。ちょっと炊きすぎた米も水分量多い米だよこれ。ん？え？これだ。いや本当これ。一平ちゃん。うまい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 。え、すごいな。うまっ。米が合うのも焼き物と、うん、うまいねーよね。うん、うまっ。全然量が、うん、うまいうまいうまい。うまいけどなんか違う、なんかまじいな。うん、なんか違う。え、俺なんかやった？米みたいなんだよ。ちょっとその先、こういくか。うん。うん、味はうまい。食感はなんだこれ、おかゆ。うんうん、ね、うん、今度こちらの濃いやつ、すんげえよこれ。思った、これ絶対ご飯に合うよね。米の上にこれクッション一回引いちゃうか。うわこれ絶対うまいよ。いただきます。うん、食感も最高。表面がね、シルク。シルクの肌触り。うん。うん、米と炭水化物、炭水化物ってマジで合うの。で、こう いただきたいと思います。この辺。うわ、もう匂いだけでやばいもん。もう顔こう近づけただけでやばい。いやなんかもうキスしようとしたら香水強すぎてってなっちゃうぐらいの。じゃあいただきます。うまっ。食感が気持ちいい。何これ、ソファーで映画見ながらずっとこうスリスリしてたような感じ。食感がマジ気持ちいい。うん、うまっ。もちもちの米と味が濃いから、もう飲み込んだ後も口の中に味が残ってんの。その後に米入れるとちょうどよく米が味に浸食されてうまい。これきゃ、うまっ。うん、うん、なんか、うん、なんか豚肉から
めちゃめちゃすごい匂いがまだ残ってるもん口の中で。あのさ、嫌なバイト先のエントランス行ったら、うわバイト始まるみたいな匂い、わかるわかる。いや絶対あわかるわかるって今言ったりすると思う、うん、バイトやだなと思ってさ、チャリで行ってさ近づいてくると、うわ匂いこう始まるあね、そんな感じ。うん、カレーうまい、うん、うまいんだけどもさもさ感がやばい。ほんとに納豆かけてスムージーにしていきたいと思う。なに、納豆カレーカレー、はい、じゃあちょっといただきましょう。うわすんげえネバネバする。じゃあいただきます。最高、うまい、一気にうまい。うん、うん、クリーム、うん、食ったうめえ。これや、これ楽しみにしてたんだ。うわもう口ん中がね、やばい、もう油まみれ、気持ち悪い。じゃあいただきます。さっぱりシャワー浴びたいと思う。ほんうまっ、うまっ、うん、うまっ、やべえ、一番うまい。あ、じゃあもう一口。ごめんなさい。ごめん、ありがとう。